チャオ、あっちゃんです。今日はパッチリお目覚めです。なんかいい朝です。はい、ということで、あっちゃんの朝ごはん作っていきたいと思います。はい、パン。今日ね、この前もらった昆布の締め昆布、椎茸昆布ね、ベーコン、でチーズ、で食べましょう。で、こんなふうに焼きましょう。はい、焼けました。で、今日コーヒーはね、無糖のカフェオーレ、カフェオレじゃない、カフェラテ。美味しい。ボスラテの無糖、でいきます。はい、今日はね、ちょっとオープニングから機嫌良かったでしょ。今日はね、夢なのか現実なのか、いい夢見ました。みきちゃんが出てくれた、それも夢に出てて、食べながらお話しようね。冷めちゃうからね。いただきます。お、あ、昆布おいしい。ね、やっぱ夢やから、すごい夢見てんけど、鮮明に覚えてないけど、大半覚えてる。ね、なんかみきちゃんが突然家に来たん。すごいリアルやってんね。普通に今みたいな生活してんねん。で、みきちゃんが来て、で、いろいろ話して、今何やってんのっつって、YouTube みたいな、今話をして、これちょっとね、一本の動画にしたい。すごく、お話が長くなるからね、ちょっとだけ予告程度にお話しておくわ。なんか時々ね、家に来んねん。帰ってきたよって言って、めんね、連絡取れずにみたいな感じで、めっちゃ死んだはずやのに、って思ってる。ちょっと戻ってきたのって、様子見に来たのって言って、で、子供がね、学校行っておらへん、おっちゃんだけしかおらへん家にね、帰ってきて、で、最近どうって言って、慣れはせえへんけども、なんとか生活できてるって、量とか光大きくなったって言うから、大きくなったよって言って、もう量は高校、光は中学校やでって言って、ねえって長らく行けなかったもんねって話で、でもっと、なっちゃんは、みきちゃんが亡くなってんのになんでかなって不思議かってんだよね。でもまあ、今はそうですよね。めっちゃまあ、ずっとこっちにいられないって、だから時々しか来れないんだよみたいな、そんな感じでね、ちょっと
あっちゃんお買い物行く予定やって、お買い物行くねって話して、で一緒に行こうかってなって、車でビャーって、で、動画撮ってもいいって言ったら、うん、いいよって言って、動画撮りながら、話しながら走ってんでね、たらお買い物し場所についてのお買い物しとったら視聴者さんが話しかけてくれる。あちゃーんって言って、会えた、また会えた言うて、で、みきさんが誰って言うから、視聴者さんって、視聴者さん、で、またこんな感じの話ね、なんと、お買い物終わって帰ってきて、買い忘れたもんからもう一回買いに行こうってなったら子供が帰ってきとったんで、子供が大きくなったなあ言うて子供と話して、ちょっと、でもお買い物大事なんじゃなあかんから、でもミキちゃんが欲しかったもん、お買いに行くから、じゃあ子供一緒に行こうかって言ったら、家でいてるって言うから、じゃあ子供家置いて行こうかって、で買い物行こうかなって部屋に目が覚めたい。で、もう今日いい夢やったなーと思って、夢を噛み締めてた、しみじみしてた。でも、朝ドラ始まる時間やな、起きなあかんなーと思って。朝ドラを、タイマーしたね、土曜日起きられへん時やったから、タイマーしたから、タイマーしたし、もう一回みきちゃんに会いたいな、二度寝して、会えへんやけども、会いたいな。もう一回寝てみようと思って寝た。じゃあ、その続きが見れたの？そんな感じでね、また続きがすごい幸せで、なんか夢か現実か分からへん、目覚められへんかってん、もう覚めたくなかったんぐらいで、うとうと私まだ目が覚めるやんか、時間朝やから、で朝目覚めかけたら自分を引き戻すねんね、もうちょっと待とう、もうちょっとミキちゃんといたい、もうちょっといたい、ミキちゃんといたい言って、自分が自分をやっぱ起こさすさんとことして、ミキちゃんがね10時半ぐらい半なってへんかぐらいに起きて、今10時40分35分ぐらいに起きたん、土曜日やし、よかった。ね、この続きもまだ夢あんねんけど、またこれは違う動画で、こんなご飯食べながらみんなに話すんじゃなくて、すごい切なくていいお話っていうか、いい夢やったん、だからこれみんなにまた伝えたいし、一本動画撮ります。だからすごい幸せやし、穏やかな気持ちで目覚められたっていうか、目覚めたくなかった。この話動画にしときたい。夢ってさ、日を追うごとにどんな夢見たかって忘れちゃったりするやんか。でもこれは多分記憶にすごい残る夢やから、夢なんかほんまに現実で出てくれたんかも分からへんけど、いやね、びっくりしたんが、その続きでね、ミキちゃんとギュッてこう抱き合って、ミキちゃんとめちゃくちゃキスするから、めちゃくちゃキスもあったら、目があったらキスぐらい、キスカップルやってんけど、夢の中でもキスしまくって、朝起きたら唇カッサカサなっとって、はっはっみたいな、いつも朝起きてもカサカサならへんね、今日は朝起きたら唇カッサカサなっとって、ほんまやってんのか夢やってんのか、あれ、今日はいいお目覚めでした。ギュッて抱きしめた時の体にこうギュッて、なんていうの、抱き
締められた感とか今日抱きしめた感とかも体にそれがすごい残ってんね朝起きてまだ未だにね不思議な夢というかみきちゃんが出てくれたんかうん、なんか幸せやな。なあっちゃんの願望なのか。まあね、昨日おとついとヒカルの成長量の成長を感じて、やはり夢見たから、それの名残っていうか、そういうのが頭にあるからそういう夢見せたのか、そういう気持ちになれた、穏やかになれたからミキちゃんが来てね、出てくれたんか、来てくれたんか、わからへん。でも、これね、霊を信じる人、死後の世界というかね、そういうのを信じている人は、ミキちゃんが来てくれたんやろなって思ってくれるし、信じてない人は、単なる願望で夢やって思うかもわからへん。どっちでもいいね、まあちゃんは。でもあっちゃんは、前者の方を信じたい。やっぱミキちゃんが、あっちゃんのね、姿見てくれてるから、来てくれたんやと思う。だからね、これ、まあ、夢の中の話になるからね、そのもう一本の動画でもうちょっと詳しく、覚えてね、早う話してへんかったら、多分あっちゃんも忘れてしまうと思うから、夢なんてね、覚めてからだんだん忘れてくるから。うん、君の名はじゃないけどね、名前まで分からないのと一緒で、ストーリー自体は消えていくから。ねんけど、なんていうのかな、ゆきちゃんがね、あっちゃん今何やってんのって、いやことほどだて、今あれ、あの仕事、辞めたでしょっていうか、で大丈夫なのって言って、お金これから子供もかかるやんかって言うから、一応なって、今ある程度やってきて YouTuber やってんねんけども、 YouTube もしんどいところ過ぎてやっと子供生活できる、で高校中学同時進学やけど、それの準備もできるぐらい今はなんとか生活できてんねんって、だからこれからももっともっとお金かかるやろうけど頑張っていきたいな思ってんねん、あそうなのって、ニヤってしながらそうなのって、で、まあ、その前の買い物の時にね、視聴者さんって言って、視聴者さんとか言って知ってるから、そういうのつながりでね、だから、ベーコンが目を挟まってて、それでゆきちゃんが、YouTuber やっていけんのって言ったら、なんとかね、ただ将来的に、なんとも不安定な、仕事やしなって言ったら、こう思ってるじゃあニヤニヤってしながら、知ってるよって、見てるよって、私はずっとってあなたの一番の応援者だよって言って、え、見てくれてたんって言った、あれはどこにでも見れるでしょって、私は見てるって、ただ私はコメントもできないし何もできない、見ることしかできないんだよって、まあそりゃねって言って、向こうの世界でも見れるのって言った、見れるよって、そうなんやって、でやっぱりいろんな入りようあるやんかって言うから、あるよって、でも子供とかこれから何かがしたいって言った時に出してあげられるぐらい稼げるのって言うから、なんとかなるし、やっていく自信もついたし、ちょっと何か見えてきたって、安心やねって、分かったって、頑張ってって、私は応援するって、どれだけいろんなね障害があっても今まで乗り越えてきたからやれると思うからやってって、私は信じてるって言ってくれた。だからいろんなこと言われたり、いろんな反対があったり、障害が出ても絶対諦めないでって、あなたのためじゃなく子供のためにも頑張って、周りは何言っても何しても、子供が幸せだったら私は否定しないって、応援するよって言ってくれた。もうそれはもうすごいこう耳にその後ギュッて抱きしめたよ。もうまだ続きがねいろいろあんのよ。でもこれ話したいんだけど今話してしまうとねあれやから、もっとまとめて頭の中でまとめて話そうと思うんだけど、なかなかじゃまとめの苦手やからな。いや今日はでもすごかった、ほんまリアルやった。
いまだにね、ぎゅっと押さえられてもこうぎゅって抱きしめられてのこの辺とかがなんかの痛いっていうか心地よい筋肉痛っていうのをぎゅっとこう抑えられた感が残ってんねん、感触が不思議、な朝でした。だからね、なんやろう、切ないような嬉しいような楽しいような悲しいような、目覚めてしまうと見えなくなってしまうっていう切なさがね、てんけどうまくこう伝えられるのがあっちゃうんだけどね、ほんまいい朝でした。夢の話を動画にするのもどうかと思うねんけど、でもあっちゃんの恋バナのね、アナザーストーリーじゃないけどもね、ドリームストーリーとしてまた話したいと思います。みきちゃんとの恋バナね、話さ話さ話せってなかなか話されへんだけど、それやっぱりその心にね何かこう準備っていうか、なんかみきちゃんからこうね、みきちゃんと二人とつながる何かがなかったらあちゃんもそういうの話されへんね、ねんけども、今日はなんかこの夢の話っていうか、俺そんなリアルにリアルな感じでみきちゃんと会ってした感触があるからすぐに話したいなっていう気持ちで、まあ、恋バナの続きじゃないねんけど、また、これ近いこの後お着替えして撮ります、はい、では、今日のあっちゃんの朝ごはん、ね、なんていうの、椎茸昆布とベーコンの、チーズトースト美味しかったです。で夢がすごく良かったので、で今日は心地いい朝を迎えられました。でもすっきり起きたぞっていうんじゃなく、なんかぽわーってしてんね、ぽわーっとして、なんかこうふわーふわーって、なんかほんま雲の上に乗ったっていうの、なんかマシュマロに抱かれてるっていうの、なんかそんなふわーっとした、なんかこう優しいものに巻かれてる感じで目覚めた朝でした。はい、ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはんとちょっとね、夢のお話、よかったよと思ってくれたら高評価してください。で、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。みきちゃんも喜んでくれます。はい、ということで、これからもね、あっチャンネルよろしくお願いします。またね、この後みきちゃんとの話をね、頭の中でまとめて動画撮りたいと思います。またね、気になる人見てくれたら嬉しいです。